え、タコゲン、タコゲンですよね。そうだけど、なんで一応今からどっか行くんですか。なんだよなんだよ。今からどっか行くんですか。どこも行かねえよ自分の国に帰んだよ。自分の国に帰る。え、自分の国に帰っちゃいけねえのかよ。え、お前いつ帰んの。僕明日っす。マジで、はい、なんだよ。僕は全部明日帰る。僕は全部明日帰ります。そうなの。はい、ということで、はい、え、何、だからタコさんの、でも前はあれじゃないの、21とか22に帰るよ。いや、なんかちょっと YouTube 本気になっちゃってるでしょ。ねえねえ、毎日毎日結構うるさいじゃん。はっ、何人増えた何人増えたみたいな。ねえ、ちょっと見てますけど。で、まあ、皆さんに一言、栃木の、タコさんの講習会に僕も参加することになりました。皆さん栃木で会いましょう。じゃあ、じゃあ何だ何だ何だ、それでいいよ。タコさんどこ行くの、どこ行くの、タコさんどこ行くんですか。何、何、全然意味分かんないけど、何、何、どういうこと、何、何を求めたの。ブルガリ、オンクレ、エゴキス、すごい、新色リモ、新色リモ、PSG、なんだこのシューズは、LG、ミトン、で、時計は、わー、時間ってねえよ。そんないくらしか。でも一番高いのこの顔だからね。どこどこ、どこどこ、お前さ、一番高いの、お前ふざけんなよ。お前一番高いの、お耳丸の納得いかねえぞ、グレートティーチャーも。お前一番、そうだろ、お前一番高いのここだぞ、お前どこ、お前これが高いからね。そういうことでね、ね、あんまりふざけたことやめますのでね、皆さんまたあのね、日本でお会いしましょう。ということで、今日はごめん、タオケンでした。バーイ、センキ。はい、皆さんこんにちは、タコケンです。今から日本に帰るためにただいまマレーシアの空港に来ております。ゴパです。彼はね、明日のフライトで帰るそうなんですが、19日と20日栃木の方で皆さんと会えることを楽しみに待っております。タコケンです。ということで、日本にいるとき結構バタバタしてますけど、あのできることがあればいろいろね、なんかやれることがあればやりたいと思ってるので、もしあのそこら辺で僕のことを見た場合、まあ、太ってるんで結構目立つんで、僕を発見した、なんていうの、発見っていうの、ポケモンみたいになっちゃったけど、ね、ポケモン発見みたいな、みんな僕にモンスターボール投げてもらって、ね、キャッチはできないと思いますけど、ね、その辺皆さんよろしくお願いします。はい、今ね、ラウンジに来ております。なんて言ってるのかな、これ。ゴールデンラウンジ、ANA で使うラウンジですね。かなり広いです。でね、今、見てください。インカで決勝やっております。なんか今も声が聞こえましたね。インカで決勝やってます。このね、あの声なし王子こと小川慶太君、かなりいい味出しております。プレー自体はね、そこまでなんかものすごいなって思わないですけど、少し早いわけでもないですし、何かうまいわけでもないけど、こうやって勝ち上がれるということはね、負けちゃうかな、これ。これはね、この子、小川くんは、埼玉栄の後輩でもあって、何回も試合したことあるんですけど、かなり面白いやつです。
これはすごいでしょう。これとまさしくこの話をしてみます。おーおーおおすごいすごいすごい。これも1ゲーム取られてる今 16-20 の状態ですね。16-20 の状態全く諦めておりません。この姿勢はね、皆さんかなり見習うべきところだと思います。あー負けちゃった、負けちゃった。ね、でもね、高校卒業して、新潟の大学に行ったのかな。それで最初は多分一人で結構大変だったと思うんですけど、それでね、なんて言ったらいいのかな、強い後輩とかが入ってきて、で今ダブルス組んでると思うんですけど、そのダブルスのパートナーもね、同じ高校の出身で、本当によく頑張ったと思います。でこれからね、どういう風な進路に彼らが進むかわからないですけど、頑張ってほしいなっていうふうに思いますね。でもね、小川慶太君、通称声出し王子ですね。声出し王子、皆さん見てやってください。そして応援してやってください。よろしくお願いします。ということで、多忙犬が今考えることでした。バイバイ。寂しいっすよ。涙ちょちょ切れてる、うん、で涙出てくれないっす。え、嘘つきました。涙出てない。じゃあ、ということで、お疲れ様でした。また日本で、ね、また、はい。はい、バイバイ。はい、また日本で会いましょう。ただいまでござる。何つけてんすか。え、イヤホンだけど。え、何のイヤホンすか。やめとけよ、そういうの。エアポッツすか。違えよ。どう、元気やった。フライトどうでした。え、フライト。フライト長かったよ。7時間、6時間ぐらい。クアラルンプールから。んクアラルンプールから。そうだよ。いつも結構飛行機乗ること多いと思うんですけど、うん、何してるんですか。いや、寝てる。何か。え、ね、寝るもんでしょ。寝る以外は、いや、なんか食事とかあるらしいけど、食べたことが今までほとんどない。本当っすか。ほとんど寝てる。一度も。え、一度も食べたことない。ないね。マジっすか。ない、一度もんじゃないけど、長いフライトだったらあれだけど、10時間以下は基本的に食べない。マジっすか。飛行機ダイエットしちゃいますか。飛行機ダイエットなの。やばいね。じゃあ次行きましょう。ということで、タオケン一時帰国でございます。よろしく。一気に解いてる。